どうも、飯田です。ブリッジポート都会人勤務で生活してみた第84弾となります。今回も前回に引き続き鬼没家をいたぶりながら彼らの生活を観察していこうと思います。で、まあ、いきなりもうシロ君が出落ちと言わんばかりになんか出てきてますね。まあ、確かに純ちゃんはもうこの時期どうだかったら確かにパート2ぐらい振りかな。だからまあ嬉しくてたまらないでしょうかね。うん？なんか石を放ってるんですが。で、マミヤちゃん一体何しに来たんでしょうか。ペット洗うって。どんだけ臭いんだよ。まあ犬は確かにまあ、石はするっちゃするんですけどね。もう洗って、うん？イマジナリーダーディングが後ろに。しかし。こうやってじゃれ合ってるのがまたいいや。いいてか、うん？なんか拒否してる？よくわかんないですけど。まあとりあえずあれ？あ、名前変えられるんか。それはちょっと初めて見た。とりあえずまあペット洗いましょう。さすがにこんなに一周放ってるんじゃったらあれかと。で、あ、ちゃんともあんなに嫌がってたケンシロウくんが、直立もう本当に。あの直立不動っていうのはあれですけど、うん、ちょっと表情を動かす程度で、うん、顔とかも全、うん、足とか全然変わってないですね。まあさすがこの辺りは、うん、よく訓練された元軍人の犬といったとこでしょうか。まあ、それにしてもちょっとほんま部屋の中散らかってんなと言いつつも、まあ、うん、今起きとんがマミヤちゃんぐらいですからね。純ちゃんは寝てますし、あとホムラちゃんは、うん、職場で寝てますからね。確か前回はトレーニングに疲れて、まあ、そのままあの職場でグースかグースかって、まあ、この調子で、まあ、いい消防士になってくれたらいいんでしょうけどね。ここ、うん、この消防士本当あの高齢化が激しくて、ちゃんとあの、うん、あの街中の治安が守れるかどうか怪しいところですからね。消防団増やしたいけど、これどうやなんか勧誘とかできるんですかね。できたらなんか筋肉もりもりマッチョマンな変態を5人ぐらい雇いたいんですけど、まあそういう経営支部じゃないんで、さすがに厳しいかな。とりあえずしかしなんでここに望遠鏡がここから見るんでしょうかね。まどっかで火事起きてないかなって目視で、うん、でもちゃんと見つけられるんでしょうか、あのイボレに。あとイーゼルもあるんですが、これはもう趣味でしょうね。いやつかど、うん、火事には絶対関係ない気がするんですが。で下の方はまあ勉強するとかまあ至って普通といったところでしょうか。で、純ちゃんはと言いますと、朝っぱらからイマジナリーフレンドと遊んでるよ。だからもう、まあ、それもいいっすけど、そろそろあの絵を描いてください。で、マミヤちゃんは、うん、どないした。あ、そうか、一応あの洗い終わってケンシロウくんがブルブルしてるから、おいこらみたいな感じでしょうかね。つかおいせか、うん、なんだこの大げさな音は。ジュンちゃんの絵描きスキルがレベル10に上がりました。ジュンの、作品をじっと眺めてみると、他のどんな作品にも 見たことないような躍動感、美しい筆使いの後鮮やかな色彩が見えてきます。真の芸術家であるジュンは生意気な筆を使いこなす方法を得得し、横島なキャンパスによる非常な企みを阻止し、地域を代表する画家としての一歩を踏み出しました。なんちゅう先生これ、まあ、とりあえずまあ絵描き屋としてのキャリアがあったのはいいことですね。しかし純ちゃんあとどんぐらい生きるんでしょうかね。ってかあれで液体恐怖ポーションを作るってどんな願望だよ。ちなみに今は純ちゃん何歳でしょうかね。そういや95歳。ちょっとこれおっかない気がするんですが、さすがに純ちゃんもなんか
あっという間にあの行きそうな気がするんですけどね。このタイミングでレベル10になったというのもなんかちょっと怖いんですが。そしてカール君一向に出てこないですね。せっかく生贄用意したのに。ってことは、このままだと本当になんかあれになってしまいますね。確か生命の果実だったからな、MS には。なんか、自分はチートは使いたくない主義なので、あんなん使ったらもう人間として負けだと思っていますので、やりません。まあ、建築とかだったら、まあ、必要な時はあるんですけどね。こういうゲームのプレイを円滑にするためにっていう、まあ、ゲームのプレイの円滑という定義はちょっと曖昧かもしれませんが、まあ、自分的には、シムを、楽して強化するとか、あと、お金をチートで増やすとか、そういう行為が嫌なんです。だから、建築におけるテクニックとしてのチートは否定してないわけです。まあ、やっぱこうやって、まあ、いろんな積み重ねでいろいろとやっていくのが楽しいわけで、まあ、ここのとこ人それぞれなんで何とも言えないところもあるんですけどね。いや、なんかずいぶん前にチートで金増やせとかいうコメントが来まして、お前何考えとやってんねん。 いや、もうさ、増やすんやったら最初からやっとるわって。 てか正直言うと自分はあまりチートっていう響きも好きじゃないので。 お、あと少しですね、完成するまで。で、ケンシロウ君 どこに寝てんの？あんたの寝床じゃないんだけど、まあ、やっぱ元主人のところですから。で、何？お肉？さっきホムラちゃんが出てたような。またお肉。食べてばっかですね、この子。まあ、食欲旺盛だってことが分かりますね。さっきから、おっ、センサンシモリオンって相当じゃねえか。まあ、とりあえず、まあ、せっかくなんで売りましょう。まあ、カール君の絵ですけど、カール君の絵に関してはもうここにもあるんで、センサンは相当大きいな。さて、純ちゃん、なんか他にもいろんな願望がついてますね。誘惑するって、おい。待てよ。カール君がいないからといって、占ってもらう。最高傑作を書く。疲れ切るまでトレーニングをする。 まあ、カール君がいなくなったから、もう自分が強くならなあかんと思ったんでしょうかね。まあ、体を鍛えるってことはいいことです。が、その前にちょっとお腹空いてるみたいなんで、まあ、ご飯食べてからやった方がいいんじゃないですかね。新しいレシピを覚えて。でも、誘惑するっておい。あなたには、カール君っていう偉大な人がいたじゃないですか。まあ、確かに過去の人といえばそうなんですけど。まあ、なんかやっぱ寂しいんでしょうかね。まあ、なんとしてでもカール君復活させたいとこですが、ちょっと純ちゃんがまず、おっかないので。まあ、これもどうにかしないといけないですね。やっぱ生命の果実とか使って、なんとしても延命させないと。で、今は、もう体力的にも、まあ、ぼちぼちと回復してきましたし、まあ、ポーションですね。まあ、この子にはポーション作りを頑張ってもらわないと。で、ホムラちゃんはというと、もういい加減、もう、帰りましょうよ。ケンシロウ君の誕生日です。お？まさかの。新しいおもちゃをあげるか、愛情を注いであげるといいでしょう。カズヤ君乗せるスクールバスか。そやか。あ、そっか、今まで純ちゃんとカール君のみが持ち上げてたからな。ある意味当然といえばそうなんですが。ん？お？なんか、論理学の基本を学びましたって、早っ！ と思ってたんですが、まあ、これまで基礎研究が長かったですからね。まあ、妥当といえばそうですが。で、うたた寝するっておい。やっぱ眠かったのか。 大丈夫か、純ちゃん。で、おい、純ちゃん、そっちちゃうやろ、ベッドは。こっちで寝ましょうよって言ったんですが、犬と一緒に寝たくないですかね？大事なペットなのに。確かに、まあ現実においてはあまり犬と接するのはよろしくないみたいですね。
でもよく自分犬と添い寝したりすることもあるんで、あ、添い寝はせんけど、まあ、寝転がってまあなでなでしたりとかあるんで、まあ、割と大丈夫っちゃ大丈夫なんですけどね。まあここのとこ人によるんかもしれません。うるせえ。和也くん起きた。おはよう和也くん。あ、そして、あ、そっか、ほむらちゃん出勤日だったんでね。あれ待って、ほむらちゃんまだ、聞くって何？待ってよ、あれ明らかにほむらちゃんのお迎えですよね。でもほむらちゃんは職場にいるんですけど、どういうことなの？そしてこれは誰ですか？こんな人いなかったような、名前出てこないですね。もしかしておまぬけさんでしょうか、この人。ほむらちゃん今職場にいるってのに。で、ソフィアはほむらが少し退屈に退屈しているのが伝わっていますと。あまり関係はよろしくないみたいですね。おい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 、いかんいかんいかん、危ない危ない。さすがにあのこのまま険悪な関係にするのもまずいんで、まあ、ちょっと、あ、請求書を払いましょう。マミヤは報酬を発見できませんでした。科学的発見を求めて彼女の悪なき追求を続けましょう。あら、失敗しちゃったのかい。で、今何やってんのかな。失敗して、おお、なんかえらいことなったな、おい。しかもよく見たら、パチパチと料理を続けるって。いや、それ以前にやることあるでしょう。その格好のまではまずいって。まあ そこんとこ無頓着なのはさすがカール君の娘といったとこでしょうか。あ、一応、ホムラちゃんはで何をしよんの。いや、めっちゃ見学ムードじゃんこれ。だからカボラチャヌ、だから日のとりあえずなんかどんどん関係が悪化していってますね。これ困ったな。確かか、あー、やっぱりそういや勇敢とか上司過剰とか、まあカール君の悪いところもちゃんと引き継いでますしね。さすがに職場であの人間関係悪くなるのはまずいんで、まあ、ちょっとここではちょっとうまいこと暑さについて話すってどういうこと？まあ確かに暑そうですよね、その格好だったら。まあとりあえずちょっとこのまま様子を見てみましょうか、後で。しかしシュールだなこれ。まあ、シムズは爆発したらマクロ焦げになるんは常ですけど、とりあえずで、しゅんちゃんは寝ていて、ほむらちゃんは一方で、あ、フレンドリー、あ、ずいぶんと、で、おい、またか。お前ら喧嘩が好きやな。で、けれん。嫌いなんか好きなんか、はっきりしえ。ブラティッシュウェイヤーガン、チャブノウェブ、トーク。あ、でも、あれ話が合ってないのかい。聞くって何？とりあえず幽霊についてお話しするっていうのがあったわけ。ちょっと、で、奥のおじいちゃん変えてる絵がなんか子供っぽいですね。おじいちゃんかわいい。で、うん、今日のところは定期的にメンテナンスか。で、あ、ついに来ましたね。しかしテンション上がってるんだ結構。まあさすが元軍人とか、行け行けってお前も行けよ。つうかどっからそんな地図を。おばあちゃんそれで行けるの？おい行けよ。なんで遊んでんだよ。のんきすぎやろ、だから。
ねえ、うん、老いぼれの先輩消防官でにいろいろと怪しい新米に大丈夫ですかねこれ。本当なんか、うん、気をつけば外にいても中にいても、うん、ツッコミとこに困らないわけですが。さて皆様方のご意見に答えていこうと思います。 1.47 のパッチで、一部英語になってしまうようです。ああなるほど、ありがとうございます。ちょっと厄介な症状ですね。今後のアップデートでどう、でもなんかそうや最近なんかアップデートがあったような気がするんですけどね。そうやなんか英語の表記もなくなりましたし、今度こそ直されたかな。そしてタクシーと一体か。ちょっと新しい、ドンって。あ、ここでみんな。これって明らかに火事見えてないんですけど、どの目で見てるんでしょうかね。みんな心の目で見えた。あ、人考えたら一人スープナチュラルやったんですけどね。みんなケバいモンスターですね。あ、モンスターだったら仕方ない。おっ、ておい消火栓かい、相変わらず。あの消防車何なんだよ。これホムラちゃんの車でよかったんじゃねと思うんですけどね。ちょっとそれを言うのはあれでしょうか。まあ無事消火できたことですし、いいでしょう。では、そろそろ時間なんで今回はここまでにしたいと思います。グダグダでしたが最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回にてお会いしましょう。